こんにちは、あやめです。今回はお家でゆっくりヘアケアとヘアセットをしているような雰囲気が出せたらいいなって思ってます。よろしくお願いします。で、こちら少し前に撮影した動画なので、今回時間差でようやくアテレコをしてる状況なので、服装が季節感ゼロですみません。で、今日の飲み物、こちらは最近よく飲んでるサントリーオールフリーライムショット。こちら少し甘みもあって、でもすごくすっきりしてて、あとはまあ何より喉越しが最高なので、最近よく飲んでます。皆様、今日も一日お疲れ様でした。まだお布団の中でなければ、よかったら何か飲みながらとか食べながらまったり聞いてください。で、今日はなんとおやつもあります。コンビニで買ってきたんですけど、これはセブンイレブンのドーナツ。固めの食感ですごく好きです。少しチョコレートは少しビターな感じです。それとこちらは七尾製菓さんのフレンチパピロ、これもすごく好きでよく食べます。外側のクッキーは結構固め、コロンなんかよりも全然固めです。でも歯ごたえがあって、そこもまた美味しいなって思います。こちらこんなに入って200円ぐらい。では今日のおやつ、こんな感じで食べながらまったりいきましょう。では今からヘアケアとヘアセットをしていくので、前髪とサイドの髪をブロッキングするように留めていきます。
ですか？大丈夫ですか？それではまずフェイスラインのマッサージを兼ねて合掌をしていきます。お痛みは大丈夫ですか？ありがとうございます。ではもう一種類カッサをしていきます。です。こちらもお痛みは大丈夫でしたか？ありがとうございます。それでは軽くブラッシングをしていきますね。でした。それでは傷んでいる箇所をカットしながらヘアケアとヘアセットをしていきます。毛先を少しだけ切っていきますね。お疲れ様です。ではここで少しおかわりビールを。皆様も飲み物とかお菓子飲みながら食べながらゆっくりしてください。このライムショット本当に最近すごい気に入ってます。癖を直すためにコテを使っていきます。
様でした。ではここでブロッキングを外して違う箇所を止めていきます。たりしてないですか？大丈夫ですか？では続いて再度傷んでいる箇所を少しカットしていきます。様でした。ではブロッキングしていたピンを外していきますね。それでは最後にヘアエッセンスをつけていきます。こちらはシマのヘアシークモイスチャーというものです。で先にほんの少しだけつけていきます。本当にいい香りがするのですごくおすすめです。フェイスラインのマッサージも最後にしていきますね。お疲れ様でした。こ
らもお痛みは大丈夫でしたか？ありがとうございます。ではお家でヘアケアとヘアセットでした。お疲れ様でした。ではここからは最近買って美味しかったパンのご紹介。左側がよもぐっていう、こちら山崎製パンさん。以前にアングッティっていうこのノーマルな生地のあんことマーガリンが入ったやつ、それがすごく好きでよく食べてて、それのよもぎバージョンがあったので買いました。で右側が、第一パンのよもぎ餅風蒸し蒸しパン。こちらは、一番底の部分が小豆の生地になってて美味しかったです。よもぎプリンとか抹茶すごく好きなのでついつい買ってしまいます。でこちらは先ほどの動画でも出てきたサントリーのオールフリーライムショット。こちらはもうジュース感覚ですごく暑い日なんかはすっきり飲めるんじゃないかなって思います。甘みもあって酸っぱさと甘さの調和がすごくバランスがいいなって思いました。で左側が七尾製菓さんのパピロ、こちらも大袋なので最近よく食べてます。はい、今回の食べ歩き Vlog、 今日ははま寿司にやってきました。まずは卓上に置いてあるお茶を作っていきます。粉はやや多め、渋めのお茶が好きです。最初少しお湯がぬるいので別の湯飲みに最初少し取ってからいつも注いでます。でこちらが、しめ鯖。しめ鯖は必ず頼みます。あとはホタテと卵、あとこのなんだっけカリカリチーズポテト、この細さ加減がもう最高です。昆布醤油、ヤリイカと、左側が何だったかな、ごめんなさい忘れちゃいました。で今回なぜかいつも食べてる白身を注文し忘れて、ハマチとかブリ思い出したら無性に食べたくなってきてしまいました。でこちらは豚骨ラーメン、これすっごく美味しかった。あっさりしてて、どちらかというと塩ラーメン寄りだったなって思いました。お寿司屋さんでこんな美味しいラーメンが食べられるなんて最高です。でこちらは定番のイクラ、あと今回なぜかいつも必ず食べる白身を食べてませんでしたということに最後気づいて、こちらはカッパ巻き。ハマチとかブリを食べ忘れてしまって、後で思い出したら無性に食べたくなりながら帰りました。でこちらはマヨネーズ付きのたこ焼き。今回は全体的になぜかジャンクメニュー多めですね。
らはタラマヨ。多分お腹空いてたんでしょうね、きっと。白身を珍しく食べ忘れて。でこちらいちごのカステラかと思って注文したらショートケーキっぽいやつでした。メニューにはもちろんちゃんとケーキって書いてあったんですけど、私がちゃんと読んでなかった。生クリーム苦手なんですけど、こちらはあっさりしてて美味しくいただきました。では今回は浜寿司の記録こんな感じでした。食べ忘れた白身と茶碗蒸しが悔やまれるんですけど、今回もいろいろ美味しくいただきました。皆さんも何か回転寿司でよく食べるものとかおすすめがあったら教えてください。ではでは、楽しんでいただけてたら嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。